アウトは最初にロングで最後にロングなんで、はい、途中にパー5がないから途中にロングがないと比較的早く感じます。それいいですね、うん、でも3日間回ってここでマイナス13無理だわ。ここで60台ってなんかイメージ湧かない。あ、なんかいりますか。なんかこのマーカー、これあのなんだっけ、ここのホテルあるじゃないですか、うん、プリンスホテル、昔はホテル大箱根っていう名前のホテルだったんですよ。ホテル大箱根、はい、時のマーカーだって今は亡きですってことですよね。はい、今仙石原プリンスにリニューアルオープンしました。で、前は記念で配ってたんですけど不評で。そうですか、綺麗なのに。なんかね、この磁石がね、なんか引っつかないんですよ。磁石なくていいですね、今。なので、結構これ、業務で使ってるんですね、今。いいですか、触ってもらって。あ、もう、あげます。本当ですか。いらないですか。え、欲しいです、めっちゃ。売ってもいたんですね。あ、そうなんですか。売ってもいたし、なんか記念でお客様にお配りもしてたんですけど。めっちゃ綺麗だわ、これ、ね、しかも若干ラメってる感じ。これ使おうじゃん、今。オレンジ色しました。かっこいいよね、これね。かっこいい。でももったいない、なんか使うのね。飾っとこう。使ってください。使おう、早速。右ドッグレッグです。右ドッグ。はい。枯れてる木狙いでヘアウェイのセンターです。枯れてる木？はい。あの左のですか？左すぎっていう枯れてる木。はい。までが、まあ、300ぐらいあるので、はいはいはい、枯れてる木狙って次右向くのが一番攻めやすい。ああ、なるほど、はい、じゃ結構左目でいいってやつですね。はい、結構左目でいいです。ございます。よいしょ。あ、狙い通りですね。狙い通り、イエーイ、ありがとうございます。よしよし。杉の木とかないのかな。これ杉、これ何木、杉かヒノキかはあります。どっちかなんですよ。ってことは花粉の時期やばいですね。やばいです。これあれ花粉だ。鼻すごいなと思って。そういうことか。花粉じゃないから分かんない。そう、私やばいんですよ、花粉症。私も花粉じゃないので分かんない。マジですか、いいなぁ。この辺とかっぽいですね、花粉っぽいですね。もう今溜め込んでる感じですよね。やばいやばいやばい。見ただけでやばいですか。やばいです。もうなんかなんで点鼻と点眼と薬と全部やってるんですけど、でも鼻出てきて、さっきパターしてる時にマジ本当に滴るかと思いました。これキャディーさんいなかったら普通に右打ってきますよね。そうですね。そうですよね、まあ、いないことないけど、まあ、真ん中か。そうだよね、広い方。うん、あんなに左行かないですもんね。はにゃ、うん、ほんと平らなヘアウェイ、さっきから一回もないんだけど。左足下がりね、ほらこれ右行きやすい時に右にバンクあったりするんだよね。ほんとコースはうまく作られてますね。はい、ピンまでが115。115。周りぐるっとバンカーです。ぐるっとバンカー。はあ、上げてんでもな。奥行くの怖いな。すいません、なんかいっぱい持ってこさせちゃって、多分あれですよね。もうなんかすごい。私さっきから間違えてるんで。いやいや、すごい。すごい量ってきて。あ、ピッチングです。110ぐらいで行こうかなと思って。右行きやすいけど、右から風来てるから、ピンの方に狙っていって、ピンまで115。でもちょっと飛んだ時120とか嫌だから、手前から。やっぱそうだ、そうだよね、つま先下がりって前出ちゃうんだよな。 OK っす。手前、手前届かなかったですよね。これ手前から速いんすか、やっぱこっちから。あ、速くないんだ。あ、なので、はい、そっか、なんかこうなってるように見えるけど、うん、あれね、うわー、はあ、よいしょ、おはようございます。なんだこれ、すごい右ドッグですね。はい、川を越えていくホールです。川越えで左 OB です。手前の川から右側がワンペナです。手前の川から左だけ OB で、この右ゾーンがワンペナ。どこの方向を狙っていくんですかね。そうそうそう、今日ね、ティーが一つ前なんですよ。いつもね、レギュラーを一度なんですけど。なるほど。ここからだとめっちゃ高い。改札の人の方にちょっとショートカット目に行くか、嫌だったらもうこっちの木の上、はい、フェアウェイの右サイドから
打っていくか、なるほど、もしくはスプーンとかでとんがってる木の方に打つか、ちょっとドライバーだと向こうのラフまで行っちゃうかなと思うんですよ、うんうんうん、はい、あのカートのいる方だと、はいはいはい、スプーンとかあのクリックとかのがいいと思うんですけど、ドライバーだったらやっぱあの今いたあの第2のショートカットのちょっとショートカットとか、あの今キャディがいる方向かっていう感じだと思うんですけど、木の上行きましょう、はい行きましょう。あの枯れた木のもうその真ん中マウスルはもうアウトですよね。距離がで、うん、アウトの率が高いです、あの枯れてる木狙いだと、ですよね、やっぱり枯れてる木の左 の、はい、カート方向だね。せっかくだからやってみましょう。すごいキワキワ狙ってったけど、そうですね、ちょっと枯れてる木越えっぽいので微妙微妙微妙。もう一球って言った方がいいですか。ワンペンなんで前でもいいし、もう一球打ちましょう。でも一応一球、はい、暫定打ちます、はい、これは大丈夫だね。です、せます、いい感じですね。あ、ねです、せます、すごい本当に川や、本物です。本物の川だ。芦ノ湖から小田原の早川までつながってる自然の川。マジか。90グリーンが砲台なので、なんだろう、あ、馬の手なんで手前と奥が下ってますいやアプローチエッジってありますか。 A っていうのは、 ありがとうございます。こっちで。だから止まっててほしいよ。止まってて。馬乗せだってこんな。ナイスです。いい感じ。素晴らしいです。ああ、よかった。よかったよ。さすがキャリーさんの距離ぴったしや。いや風のおかげでもあるだろうけど。よいしょ。よいしょ。ね、なんか。よかったって感じ、本当。イエイ、ナイスバレー、イエイ、ウー、イエイ、ウー、あ、気持ちよく最終ホールを迎えることができて、よかったわ。でもこれ横にギャラリー入ったらすっごい狭く見えそうですね。あ、逆にね、花道。確かに。なんかそのラフまで見てるじゃないですか、無意識にコースとして。だからプロってもっと緊張感あるんだろうなって。これ左バンカーまでは210入り口で、210入り口か、はい、じゃあやっぱ右側方向を狙ってって。え、じゃあもう打っても平気ってことですか。平気じゃ平気だけど結構フォローが入ってるんで、まあこれで前に進んだら OK ですね。はい、はよいしょ。跳ねてきてくれない？ありがとうございます、はい、めっちゃ水きれいだね、やっぱり、うん、やっぱ自然ってすごいですね、うん、人工じゃないってすごいわ。これは鹿来ないようにですか、このイノシシです。あ、イノシシ。鹿はもう飛び越えちゃうし、もうこの中にファミリーが住んでるので。ああ、そうなんですね。お客さんがいなくなってシーンとしたら出てくる感じ。あ、やっぱそこはやっぱあれなんですね、人慣れしてぼよって出てくるわけじゃなく、たまに「ごめんだいたんか」みたいな顔して出てくる時はお前がなって感じだよね。お客さんが少ないと勘違いして出てきて「おるんだよ」みたいな顔して「いるんか」とか「いやいやいや、お主がお主がな」って感じよ。面白いな、それしか。ってことは夏舞踊とかいます？います。あ、やっぱそうなんだ、うん。鹿にくっついてくるって言うじゃないですか。うん、ヒルもいます。ヒルはね、話聞いたことないんでいないと思います。じゃあブヨだ。すごい雪が。グリーンの手前50ヤードにバンカーがあるんですよ。なるほど。はい。その手前がいいじゃん。バンカーの手前までで141ヤードがバンカー手前までです。え、マジですか。あ、241だ。ごめんなさい、間違えた。ああ、オッケー、オッケー。じゃあ241でバンカー手前。じゃあスプーンで打てるわ、全然。はい。めっちゃ綺麗。
はい、え、これもうクラブハウスの方向打ってっちゃっていいんですよね。とりあえずクラブハウス右かの方向でいいと思います。右かの、はーい。うわ、やっぱ甘くない今日。よしよし、オッケー。ございます。110。距離だけで110。距離だけで110。オッケーです。2段グリーンの上りで、目は右からです。右から110はしっかり、うん、2段の上段に行ったんで、 OK です。はい、しっかり目の方、ピッチングで打ちます。寒、右後ろから、目もこうだね。金時山あっち、うわ、かけてる、乗ってます。ちょっと大きい、ちょい左だけど、うん、外してはいなそうな感じだったけど、うん、あ、手前に戻ってきてる。これ二段グリーンというのか、なんか段っていうか、うねってるっていうか、こうだから逆目だけどスライスしますよね。そうですね、ちょっとでもね、こっち入ってるけど結構切れますこれ。ごめんなさい、うん、弱い、しっかり目に打つとあんまり切れない。なるほど、このここを頑張って登っちゃうとまっすぐ上なんですよね。これ私頑張って登らせないといけない。はい、でも本当最後多分傾斜で登ってて減速したから、もう言った通り弱くなったらグワッて切れましたもんね。頑張ってるじゃん、そうだね。いやすごい。はい、イエイ。はい、まりちゃんお疲れ様でした。お疲れ様でした。前半が、5オーバー42、後半が1アンダーの35、トータル77の4オーバーでした。意外と平らで落とし場所が見えそうだなと思いながらも、結構落とし場所が見えないことがすごく多かった。ティーショットからもうアプローチまで全部受けてる、受けてる放題だからですかね。なんで距離を合わせるのがすごい難しかったなっていう印象があります。なんで初めて回る人はちょっと難しいかなっていうのはなんとなくやっぱ感じました。やっぱコース自体はすごい綺麗で、なんか全然コースのちょっと外側とか歩いても荒れてるとこも何もないし、すごいしっかり細かいところまで整備されてるなって、やっぱさすがトーナメントコースだなという印象ありました。実際ね、こうプロが回ってる時のその風景とかも実際見てもらうと、あ、すごい難しいんだなって、すごい簡単に入れてるように見えてもそうじゃないんだなってことがすごい感じられると思うんで、ぜひ一度来てください、来てみてください。ありがとうございます。お疲れ様でした。はい、まあ、こんな感じでちょっとまた森ちゃんのマネジメント込みの、はい、ランド動画をぜひ参考にしてください。はい、こんな感じで、はいはい、まあ、あのレッスン動画もやってるんで森ちゃんは、うん、はい、ちょっとこんなレッスンなんか聞きたいよとかあったらしてもらいたいし、うん、まあ、あと、まあ、行ける範囲は限られちゃうんですけど、拠点が関東なんで、はい、まあ、この辺のコースもとかあれば、うん、一回ちょっとゴルフ場さんにアプローチしてもいいのかなと。あ、うん、ぜひそういうのコメント欄にお願いします。はい、あるんでお願いします。はい、今回はありがとうございました。ありがとうございました。